こんにちは、速稼塾の久保です。今回も億万長者合宿シリーズの動画をご覧いただきましてありがとうございます。1億円とか2億円とかポンポンってね、まあポンポンって言ってもね、数年かかるんですけども、まあそうですね、まあ自分のことからお話しするのは非常に恐縮なんですけど、私今住んでる家ってローンで買ってるわけじゃないんですよ。一括で買ってるんですよ。まあこの2800万ぐらいしたんですけどね。でその買った年に外壁塗装200万でして、で、その他修繕っていうのはね100万ぐらいかけていってるんで、まあ、3000万ぐらいはもう払ってるんですよね。で、家を買って1年経たないうちに、まあ、ちょうど1年経った時に、まあ、車がないなっていうことなんで、車をポンポンポンって買っていったんですけども、まあ、その車もねベルファイアが180万ぐらいしたかなっていうの、そして同時に、トランザムを 5700cc ね、こちらの方が、まあ、1000万近くしたんですけども、こちらの方を買って、でその他、下駄用にね軽自動車2台、それから原付バイク1台って感じで結構ね買ってるんですよ。ただまあローンで買ってるわけじゃなくてね、あの税金の関係でわざわざローンにしてるものありますけども、基本的には、まあ、全て一括で買うような感じなんですよね。でなおかつ私毎日あの労働してるわけじゃないんですよ、まあ、こうやって YouTube 撮ってるだけなんですよね。実はこれね別に自慢のために言ってるわけじゃなくて、なんでこれができるのかってことなんですよ。そしてこれができる、要するに3年で1億3800万とか、5年とかでね2億円とかっていうものをたった一人で稼ごうと思ったら、どのぐらいの精神力があの必要なのか、どのぐらい腹くくれてるのかってことをちょっと話したいんですよ。例えばね、吉谷さんが前回言われてました、390円のものをねたくさん売るとかね、いろんな価格帯のものをたくさん作って、常に吉谷さんって商品作って商品販売してるんですよね。これすごいなと思いましたよね。である時ね聞いたんですけども、月末になって全然売り上げが立たなくって、また動画をブワーって作ったみたいな言いましたよね。で売れるまでやってるんですよ。で私もね、どのぐらい売れるまでやるかっていうと、私店舗を経営した時に麻雀店だったんですけども、麻雀店オープンして1年目、お客さん全然いないんですよ。でその時何したかっていうと、私ね携帯電話の上から順番に電話をかけてきました。で上から順番に電話をかけて、出てくれる人にまあ最近どうしてるみたいな話をして、麻雀店をやってるから来ないかっていう話をその上から順番にしたんですよ。それが私の最初の出勤してからやるミッションだったんですよね。でその姿を見せていくと、私の採用してる社員とかも同じようなことをね少しずつやりだしたって形なんですよ。でそのぐらい私はできます。でこれでもお客さん来なかったんですよ。でどうしたかってことなんですけども、まあその時ね社員が2人いたんですけども、私は3人でフル出勤で3人だったんですよ。その3人で、まあ売り場じゃないわ、本通りに出てね、行く人行く人で麻雀しそうな顔をしてる一人の男の子に、麻雀しないかって声をかけていこうぜって言って、もう一人ずつ声をかけていきましたね。あいつ麻雀しそうじゃないみたいな感じで、そんな顔見て分かんないでしょ。でも当てずっぽでも何でもいいから行くしかないんですよ。20代とか30代の前半までで麻雀しそうな、一人で暇そうに歩いてる人ですね。もうそれだけです。で、まあ、1日中声かけたんですけど、3時間ぐらい声かけまくると、まあいいっすよみたいな感じで一人ね来てくださったんですよ。で従業員3人とそのお客さん一人で麻雀を、まあ、したって感じなんですけども、そこまでね強引に麻雀誘って勝てないじゃないですか。まあ、ですんでスタッフさんに一回も上がらずに、そしてお客さんもそれを指して一回も上がらずにゲーム終わったんですよ。まあきつかったですね。でもねそのぐらい私はね、お客さんいなかったら、まあ店舗をなんとかね回すためにやりますね。でしかもそういう姿を見せないと、周りの従業員とかどうですかね。社長が営業してないのに、社長がお客さん捕まえられてないのに、俺たちがやることないよねってなっちゃうじゃないですか。で今速稼塾っていうのを運営していて、塾長が一番売り上げ作ってないと、びっくりするような売り上げを作ってないと、それ塾生さん頑張んないですよ。で私のね行動量もびっくりするもんでないといけないです。今日も40件ほどの、お問い合わせいただきました。全て動画で返信したんですよ。プラスアルファ、町内会のお問い合わせもあったんで、町内会の動画も何本か作って出しましたっていう形で、まあ一日中ねそういうことをやってるわけなんですけどもね、だから売れるまでやるというね、もう自分の声が届くまでやるわけですよ。で私の、こんな形で YouTube やってますんで、再生数むちゃくちゃ落ちてるわけなんですよ。チャンネル登録の方もどんどん落ちてます。それはいいんですよ。この私がね無理をせずに演出せずに、フックをかけずに
付き合ってくださる方だけとやっていこうと思ってるんで、それでいいんですよね。ですんで再生回数は少ないんですけども、少ない分だけ動画をたくさん作れば、例えば動画1本でね、まあ1000回それは立派ですよ、立派なんですけども、私は動画50本でそれぞれ20回ぐらいしか再生してない、でも合計すると1000回両方一緒なんですよね。まあその戦略でいきますね。うん、で吉田さんね、ドリームアカデミーはすごい科学ですね。私にはちょっと真似できないですね。私の場合はまあ時代に合わせたデフレネットビジネス塾でございますんで、ね、分割ローン可能というね、頭金3万円で OK ですよみたいな。もちろん一括も大歓迎なんですけどね。まあ私はこのスタイルでいこうかなと思います。4月1日から一括全納45万という予定だったんですけども、それもね、なんとなく先延ばしにしながら、まあ私の速稼塾はやっぱり頭金3万の30年ローン OK、 しかも途中で価値を感じなくなったら残金払わなくていいよみたいなね、そういった形でやろうかなと思いますね。うん、これからも、はい。でやっぱそういう形なんで、まあ全部が全部じゃないですけど、もちろん塾生さんのモチベーションは低い方が参見されますね。やっぱりね、吉谷さんみたいに50万60万70万80万っていう高い金額を払って、それでも塾のことを入塾しようかどうしようかって考える方っていうのは、それなりにやっぱこう持ってるものを持ってますよ。気軽に安いからっていう理由で入ってくる人はやっぱり離脱も早い、それはね確かにある程度の確率でそうだと思います。でも私は信じます、信じてこれからもやります。もう無料でも低価格でも本気でやれる人はいる、自分の人生を本気で作っていこうとする人はいると信じて、私はそのために速稼塾っていうものの門をかなり低くしてこれからもやっていこうと思います。以上です。